はい、ハルです。今回はですね、久しぶりの透明水彩でお絵描きしていこうと思います。ね、最近まあ夏になってね、もうめちゃめちゃ暑い中、どんな絵をね、描いてほしい、こういうリクエストみたいなのありますかって言ったら、もうね、ダントツかな、めちゃめちゃ多かったのが、花火でした。まあ花火はね、多分去年も描いたし、一昨年も描いたかな、なんですけど、まあ今年はね、まだ描いてないなということで、描いていこうと思います。いや、花火って、でさ、するみんな私はね、学生の頃はめっちゃしてたけど、最近はね、あんませんくなったなって思いますね。まあ見たりはするけれども、なのでそのね、昔やってた花火のその楽しさとか綺麗さっていうのを思い出しながら描いていこうと思います。なんやろ、なんか昔はさ、めっちゃ派手な花火とかさ、なんか打ち上げ花火みたいな、なんかネズミ花火かなみたいな、結構音が鳴る系みたいな賑やかな好きやったんですけど、なんやろな、時間経つというか年を重ねるにつれて、こういうね、線香花火とか静かでエモいみたいなのがね、好きになってくるんですよね。なので今回のモチーフは線香花火ということで完成です。乾かすのも含めてね、約3日ぐらいかなかかりました。という感じでここまでありがとうございました。どうでしょう、花火、皆さんもね、ぜひ描いてみてください。他にリクエストあったらお待ちしてます。バイバイ。